これから語るのが高羽修でございます。幕末から明治にかけて日本が大きく変化をしようとした時代に、女ながらもお国のために武士道に生きた一人の女性がここ福岡におりました。勤王の歌人野村冒頭により25歳年下で義理のいとこにあたる高羽修でございます。高羽修は天保2年西暦1831年博多の河原町、現在の祇園町に生まれました。家は江戸時代の初めから続く名門高羽流眼科の血を引く一族で、父親の名は正山。修の幼名は養う命と書いて幼名。腹違いの兄義一と姉が一人おりましたが、父正山は兄を独立させ、ゆくゆくは幼名を高羽眼科の後継ぎにと考えておりました。というのも、幼名はまさに先端は双葉よりも芳の例え通り、一を聞いて十を知り、十を聞いて百を知り、百を聞いて千万億を知り、奥の隣は台所。これ私のうちの間取りでございます。体は小柄で華奢でしたが、幼い頃から人並み優れた知力と胆力を持ち合わせておりましたので、父は幼名を男の子として育てることにいたしました。幼名が10歳になった時、幼名これへ参れ、お前はすでに師匠五教の素読も済み、近所でも習うものなしじゃ、もっと勉強がしたかろう。はい父上。幼名はいずれ亀井塾に入り漢学を極めとうござります。そうか、お前の実力なら入れるであろう。ところでお前は男として生きる覚悟はあるか。はい、幼き頃より父上はこの幼名を男として育ててくださいました。肝っ玉はとうに男でござります。これを聞いて父は目を輝かせます。よう言うた、わしもお前を家の後継ぎにしたいと思っておる。早速藩に対等の許可を願おう。父上、それは叶えられますでしょうか。ああ、代々高羽眼科は藩医の職ゆえ、お前さえその気ならおそらくお許しが出ると思う。今日よりお前は乱世を治むる、乱と書いて修と名乗るがよい。高羽修、ありがとうございます。かくして高羽修と名乗り、袴を履いて髪は茶せんまげ、腰に刀を刺し馬にも乗る。近所の子供たちから、やーい男女男女と揶揄されても一向に平気です。ところが16歳の秋のこと、兄義一が秋月藩の藩医となって家を出るや、父正山は何を思ったか、修に婿を取ろうといたします。由緒ある高羽眼科を続けていくためには跡継ぎを産んでほしいとでも考えたのでしょうか。修は慌てました。結婚式の夜、相手の顔をちらっと見ると、まるで女みたいになよなよとしたやつだ。夫の方も修の立ち振る舞いがまさに男そのものだったので、驚いて数日のうちに逃げ出してしまいました。それまでは父の意思から始めた男装でしたが、この結婚以後は修自身の意思で男として生きる道を決めたのでございます。そしていよいよ名門亀井塾に入門。亀井南明の孫陽州に師事、めきめきと頭角を現し、ついに亀井塾四天王の一人に数えられるようになりました。亀井南明は藩随一の儒学者で、鹿の島で発見された金印を一目で鑑定できたほどの人物。また亀井塾は自由をモットーとし、論語などの漢学ばかりでなく蘭学も学べる塾でございました。
その中の四天王といえば今でいう大学教授のようなもの。特に修は知識ばかりでなく武術も極めておりましたので、その名は長州の吉田松陰と並べられるほどでございました。覚えていただけたようでございますね。二十歳で高場眼科を継ぎ、名社の傍ら高場塾を開くや、集まってくる若者に漢学を教えながら我が国の行く末を熱心に議論しておりました。数年がたったある日のこと、髪を下ろしたばかりの野村冒頭に54歳がやってきました。これはこれは野村元殿ではござらんか。はい、夫を亡くし尼になりました。あなたが。はい、高場修でござる。まあお父様ご自慢の立派な武士になられましたわね。ここが噂のわんぱく塾、あ失礼、高場塾ですのね。はい、さどうぞ中へ、と言いながら庭に向かって、おいみんな、相撲はこれまで、食事の支度をせよ、風呂にも入れ。こちらは平尾山荘の野村冒頭兄様であるぞ。おーす、おーす、おーす、おーす。若者たちが大汗をかきながら去っていくのを眺めながら、冒頭には目を細めて、まあ、みんな元気なこと。はい、冒頭兄様、教えてくださらんか。安政の大獄で吉田松陰殿は処刑され、飯大老も桜田門外で殺された。我が国はこれから一体どうなるのでござろう。そうですわね、ペリーの来航以来、あれ7年前のことでしたわね。我が国を諸外国が狙っている。尼となった私はこれから天皇様のために命を捧げるつもりです。あなたは。それがしは虚弱ゆえ、せめてお国のためにと思うてわんぱくどもを育てているのじゃが、どの子も血気盛んで何をしでかすかわからん。それが心配で心配でたまらんとです。冒頭にはそれには何にも答えずに帰って行きました。その後晩年を勤王の志士たちのために捧げ、冒頭には明治維新の直前に人生を終えました。修は河原町の生家が火事で焼けたため、明治4年住吉の朝鮮人参を植えていた人参畑塾の後に移って、名社兼漢学塾孔子塾を開きます。志す、起こすと書いて孔子塾。その時40歳。その2年後の明治6年という年は西郷隆盛が政官論に敗れ鹿児島に下野した年。日本全国で薩長土肥の藩閥政治に対する旧士族の不満が募り、反乱の火の手が上がり始めます。そんなある日、高場眼科に一人の若者がやってきました。着物はボロボロ、帯も破れておりますが、そんなことには無頓着でのっそりと立っております。どげんしなさった、と修が尋ねると、ああまず母の目ば見てつかさい。それから俺は片方の目がよう見えんようになりました。ほう、なるほど、真っ赤じゃ。こっちの目は。はあ、こっちはよう見えとります。世の中の動きが今は早かけん、しっかり目を開けとかんといかん、と言いながら修をギロッとにらみつけ、高場修先生やね、先生の噂ば亀井塾で聞いたとです。ほう、どげな噂ね。はい、馬に乗った先生が偉そうな武士にうちに寄ってけと言われた時、俺の肝っ玉が太うてこの門に仕えて入れんとたいとおっしゃった。いやすごか、
これからの指導者にはそげな肝っ玉が必要たい。先生、どうかこの俺を先生の塾に入れて使わさい、と突然その場に土下座して頭を床にこすりつけました。この男こそ後に明治大正昭和の政財界でその名を轟かすことになる大人物、遠山満でございました。この時遠山はまだ19歳でしたが、お産はすぐにこの男の器量と天文を見抜きます。また遠山もおさむの人間としての大きさを直感的に感じ取っていたのでございます。孔子塾は通称人参畑塾と呼ばれ、亀井塾に習い論語や四季、水滸伝や三国志などを語って聞かせ、大義に生きることの大切さを教えます。月謝は一切取らず、自給自足、畑を耕し共同生活、おかずのない時には醤油を煮立ててそれに唐辛子を入れ、その汁をご飯にかけて塾生たちと仲良く分け合って食べました。朝5時から講義は始まり、鬼のように厳しい授業は3時間にも及びます。それ以外の時はわんぱくな塾生たちに相撲を取らせたりしながら心から彼らを愛します。姉の子コタウを養子にいたしましたが、塾生との分け隔ては一切なく、むしろ塾生を第一に考えるといった風でしたから、自然にその徳を慕って人参畑の先生のもとには大勢の博多の猛者、悪そうたちが集まってきたのでございます。とこうするうちに明治7年江藤新平による佐賀の乱、明治9年熊本神風連の乱、福岡秋月の乱と打倒藩閥政治の戦いが始まります。孔子塾の門弟たちもみんな西郷隆盛を尊敬しておりましたので、じっとしてはいられません。遠山たち若者組は山口の萩の乱にこうして行動を起こさんとし、捕まって山口の獄へつながれてしまいました。この時遠山の潜伏先で大久保を切ることという一文が見つかったので、おさむも連行されてしまいます。高葉おさむ、お前は大久保利通暗殺を企てた覚えがあろう。俺は知らんの一点張り。なんだと、貴様たとえ知らぬと申し立ててもお前のところの多くの門弟に謀反人を出したのじゃ。その責めは逃れられねんぞ。これを聞いてお修はムッといたします。ほほう、俺が監督不行き届きの罪とおっしゃるならば、福岡県令もその管轄下に謀反人を出した罪があろうが、一緒に責めを受けようぞ。俺の首と渡辺県令の首を並べてくれ。ならば喜んでこの白髪首差し出そうではないか、と言い放ちました。慌てた渡辺県令はもともと勤皇家でしたので、すぐにおさむを釈放。翌明治10年2月15日、いよいよ西郷軍が鹿児島を出立。これを応援すべく孔子塾塾頭閣の武部小四郎らが福岡の変を起こしました。これ政府から見れば乱、福岡の人間から言えば変、変ですね。3月27日、政府軍の立てこもる福岡城などを攻撃したのですが、ことすでに遅し、その1週間前の3月20日には西郷軍は田原坂で大敗し、福岡の変の首謀者武部小四郎らは捕まっていずれも死刑となってしまいます。山口の獄に入っていた遠山ら若手組は捕らえられていたために命が助かります。解放されたのは西郷隆盛が城山で果てた
明治10年9月24日のことでした。先生、ただいま戻りました。ほ、遠山、無事じゃったか。はい、先生にもご迷惑ばかけました。なんのなんの。それよりな、武部たちは処刑されてしもうたぞ。え、くそー、今に見とれ、先輩たちの仇ば取っちゃる。これを聞いてお修は怒りました。遠山、いいかよく聞け、西郷さん亡きやと今政府軍と戦っても勝ち目はなか。命を粗末にするとは孟子の言う筆夫の言うぞ。つまらん男の勇気じゃ。武部たちの二の舞はどうかせんでくれ。これこの通りやけん。真剣に訴える先生の目からはハラハラ涙がこぼれて落ちます。先生、わかりました、もうしません。先生ばこげん悲しませるコツは命は粗末にしませんけんと言い切った遠山は武力での改革に見切りをつけ、海の中道向かい浜の松林を開墾することで自活の道を探りながら時期を待つことにいたします。翌明治11年5月14日不平士族6名による大久保利通暗殺の知らせを聞くや否や、いよいよ時節到来とばかり遠山は土佐の板垣退助らと組んで自由民権運動に乗り出してまいります。先生、いよいよ俺たちの出番ですたい。明治政府は五箇条のご正門に広く会議を起こし万機公論に決すべしという条文を挙げています。しかし未だに国会は開かれておりません。国会の開設は何としても急務。開設の請願書は政府に出そうと思うちょります。これを聞いてお修は、遠山、国会国会と何国会、どんな国会を作るのか中身が問題じゃ、慌てるなと諭します。それからな、向浜塾の弟分来島恒樹のことじゃが、正義感の強い青年じゃが、あの青年の目の中には火の玉が燃えとる。福岡の辺で処刑された武部を慕っておったそうだ。よくよく注意して彼らの二の舞にならんごと頼んだぞ。はい先生、かしこまりました。来島恒樹は遠山より4つ年下、生来人に愛される誠実な性格で、お修も息子のように可愛がっておりましたが、福岡の変の時武部たちに死に遅れたことを恥じておりました。自分もいつかこの命を武部先輩たちのように国のために散らそうと心に決めていたのでございます。その後遠山光と共に上京するや、生活費は目黒や渋谷で大根などの野菜を仕入れ、これを銀座などで高く売ってなんとか孤高をしのぎながら、熱心に我が国の不平等条約を人々に訴えてまいります。皆さん、外務大臣の井上香織はけしからん。六名館とやらでいい気になって外交は欧米の言いなりたい。日本にいる外国人の裁判は過半数が外国人判事がやるとぞ。それじゃあ外国人は何をやっても許されることになる。このままでは我が国は植民地にされてしまうぞと訴えます。世論も当然巻き起こり、井上香織は辞任に追いやられ、その後を継いだのが大隈重信でございました。ところが大隈の条約改正も井上のと大して変わることのない不平等なもの、それを大隈は秘密裏のうちに強引に諸外国と調印しようとしたのでございます。そのことをロンドンタイムズがすっぱ抜く。来島は焦りました。このまま調印されたら大変なことになる。誰かが止めねば、誰かがやらねば。
俺がやるしかないと思い詰めていたのでございます。8月の暑い日、来島恒喜は恩師高場治を訪れます。先生、お久しぶりです。畑仕事ですか？無理ばなさらんように。おお、来島君か、よう来てくれた。遠山君は元気か？はい、今は原用車を作って自由民権運動ばかりか、アジアの独立にも目を向けて東奔西走です。そうか、遠山君らしかの。ところで君は東京では野菜を売って暮らしとるそうじゃな。勉強はやっとるか？はい、なんとか後に続く貧乏学生たちのために黒田校から金ば出してもろうて、麹町に筑前寄宿舎ば作りました。はあ、そりゃよか。金がなくとも学びたかもんがいっぱいおるけん。君も塾をやったらよかよ。いえ、僕はとても先生のごつを教えきらんです。先生にはこれまでいろいろと教えてもらいました。先生のことは母のよ、いえ父のように思うちょります。あっはっはっは、よかよか。治は笑いながら来島の端正な横顔をじっと見た。そして来島、いくつになった？29です。命は一つぞ。一人の力じゃ何も変えられんけんな。分かっとるな。先生、待っとってください。もっと修行ばして先生に楽をさせますけん。そうか、分かった、待っとる、待っとるけん。先生、それじゃあとはにかみながら去っていく来島恒喜の後ろ姿を見送りながら、修は涙があふれて仕方がありませんでした。これが来島の見納めじゃ。仕方んなか、仕方んなか。明治22年10月19日、来島恒喜は遠山満からもらい受けたモーニングコートの襟を立て、爆弾2つを洋傘の中に入れて新橋から外務省までさっそうと歩きます。午後4時を少し過ぎた頃、球場の桜田門から閣議を終えた馬車が走り出てきて、霞が関外務省官邸前に差し掛かりました。来島はさっとこれに走り寄って、大隈、西岸の筋ありと叫びます。馬車はそのまま外務省に入ろうとしたので、傘の中から爆弾を取り出し、馬車めがけてえいっと投げつける。ドッカーン、轟音とともに煙が上がり、馬車はそのまま邸内に走り去って行きました。中から警官が二人走り出てきて、落ち着き払っている来島に、犯人はどこ行ったと尋ねた。虎ノ門の方へ走り去ったよと来島は指さした。警官たちが去ったあと、門前に誰も人がいなくなったのを見すまして、来島は右手を高々と上げ、皇居に向かってうやうやしくお辞儀をしたかと思う間もなく、懐中からかねて用意の短刀を取り出し、自分の首の後ろに突き刺して、それを前へぐいっと引き回した。鮮血が石垣をパーッと真っ赤に染めて、来島はやがて静かに目を閉じたのでございます。翌日の新聞はその行為の賛否両論に沸き返りました。大隈の
生死を確認せず潔く自決したことは立派とか、現容者に決別書をしたため家族にも迷惑のかからぬよう単独犯としたことは潔いとして、世論は彼に同情。一方大隈重信は右足を失ったものの命は助かりましたが、黒田内閣は総辞職となり、結局不平等条約調印はお流れとなったのでございます。来島の面目躍如、郷里福岡でも葬儀はその壮烈な最後を褒めたたえ、11月1日東公園の総福寺での回葬者はその数5000人を数えたと申します。被害者の大隈重信もその勇気をたたえて葬儀に花を送っております。しかし高羽治は墓の前に呆然と立ちすくんで、バカてれ来島、世間が褒めても俺は褒めんぞ、お前のやったのは筆譜の幽体、大義の幽じゃなか、俺は世間に顔向けができんごとなったぞと言い放ったそうでございます。この時の修の本心は一体どんなものだったのでしょうか。表向きは筆譜の言うと叱りながらも、心の底では俺の教えてきたことを君の正義で実践したんやなと褒めていたのでしょうか。それともあくまで命を粗末にするなと言いたかったのでしょうか。そして小さな声で、来島待っとれ、俺ももうすぐそっちに行くけんとつぶやいたのでございます。来島の死後めっきり体力の衰えた修は自らの最後を悟ります。先生どうか薬は飲んでくださいと頼む遠山に向かってにっこり笑って、遠山俺は漢方医ぞ、薬は無駄ともう分かっとる、無駄はせんと答えたと申します。いよいよ起き上がることもままならなくなった時、自ら食も水も立ち、門弟たちが必死で体をさすってくれる、その手のぬくもりに感謝しながら、みんなありがとう、もうよかぞ、おお来島が迎えに来た、先に行くぞと満足そうに笑みを浮かべ、明治24年3月31日眠るがごとくその59歳の人生の幕を閉じたのでございます。富も名誉もなくお金に頓着せず、武士道精神を持って多くの若者たちに大義に生きる大切さを教えました。そのお墓は黒田家歴代当主の眠る総福寺境内の一角にある現容者墓地の中、遠山満、来島常喜に見守られるように堂々と立っております。2022年、この現容者の墓地はご子孫の手できれいに整備され、さらに翌2023年3月31日高羽治の命日に牛に乗った銅像が建てられたのでございます。今でも高羽治は牛に揺られながら、これからの国を思う福岡の若者たちの行く末を見守り続けていらっしゃることでございましょう。明治の女傑、武士として生きた現容者の母、高羽治の一席はこれをもって読み終わりといたします。おなー